もしもし、お電話ありがとうございます。こちら昭和の黒電話でございます。郷ひろみさんは現在67歳になりますが、今年でデビューしてから52年になります。デビューはジャニーズ事務所でした。しかし華々しくデビューし軌道に乗ったと思われた時、突如ジャニーズ事務所を退社してしまいます。なぜ辞めたのか、そしてジャニー喜多川氏の性犯罪やホルモン注射の噂など、そのあたりを深掘りしてみたいと思います。また郷ひろみさんは2023年6月に入り、自身のコンサート中止やテレビ出演の見合わせを行い、体調不良であることを公表していましたが、その原因が癌なのではという噂がありました。こちらについてもまとめてみましたので、ぜひ最後までご視聴ください。郷ひろみさんは1972年にジャニーズ事務所から華々しく歌手俳優デビューしています。その甘いマスクから一気にアイドル路線を突き進みました。ではジャニーズ事務所に入ったきっかけを見てみましょう。郷ひろみさんはジャニーズ事務所に入所したきっかけを、高校1年生の時に家族で映画を見に行った帰りにフォーリーブスのマネージャーにスカウトされたとサンケイスポーツに語っていました。しかし実際には映画潮騒のオーディションを受け落選した会場でジャニー喜多川氏に惚れ込まれスカウトされたというのが真実らしく、それも超 VIP 待遇だったと2020年に郷ひろみさん本人が語っています。オーディション会場に偶然ジャニー喜多川氏がいたことが郷ひろみさんの運命を変えたという、これも持って生まれた強運なのかもしれませんね。郷ひろみさんは1972年にデビューしますが、わずか3年後の1975年に突如ジャニーズ事務所を退社しています。これには世間も驚きでした。そしてさらに驚くのは、ジャニー喜多川氏は知らなかったということなんです。どういうことかと言いますと、郷ひろみさんが退社した時、ジャニー喜多川氏は体調を崩し入院中だったのです。ジャニーズ事務所からトップアイドルとして育ってきた郷ひろみさん、一体なぜ退所してしまったのでしょうか。調べてみると、郷ひろみさんがジャニーズ事務所を退所した理由としていくつか噂されていることがありました。その中で信憑性が高い3つをご紹介します。1つ目の理由は、ジャニーズで限界を感じたというものです。郷ひろみさんはデビュー当初から爆発的な人気でしたが、その代償に睡眠時間が3時間、着替えは車の中という過酷な日常を送っていました。しかしそれ以上に郷ひろみさんの精神的な悩みは自身のスキルのなさと素人感だったといいます。というのも、郷ひろみさんはかなりハードなスケジュールのため歌やダンスのレッスンを受けられませんでした。トップアイドルでありながら、周りのアーティストたちのプロのパフォーマンスに歌えない、踊れない、喋れない、こんなスキルのない自分のままでいてはいずれ世間から見放される、そういった思いをジャニーズ事務所にも伝えていたようですが、事務所の見解はというと、スキルアップを図るのは今のブームが落ち着いてからでもいいでしょうということでした。こういった意見のすれ違いから、ジャニーズ事務所での活動に限界を感じていたようです。また2020年10月放送の TBS 中居正広の金曜日のスマイルたちへで、郷ひろみさんは次のように語っています。きっと僕自身、今後は次のステップに向かう時なんだろうな、僕はもっとやればできるんだろうなってと、自身のステップアップのためだったといい、ジャニー氏とはまた別のところで成長していきたいという思いがあったことを明かしていました。これがジャニーズ事務所退所の理由と語っていますが、これは表向きだったとも言われています。郷ひろみさんがジャニーズを退所した2つ目の理由は、ホルモン注射で美少年にされることです。このホルモン注射という話はどこから出てきたのでしょうか。それは2005年に元光源氏木山翔吾氏が語った暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへの内容からなのです。ホルモン注射の件について一部抜粋します。その昔、ジャニーズタレントといえば肌が綺麗で中性的な顔立ちをした小柄な美少年が多かった。だからこそ男臭さを感じさせない
美少年を指す言葉としてジャニーズ系という言葉は一般化しているわけだ。ジャニーズ事務所のタレントは女性ホルモンを注射されているから、例を挙げれば郷ひろみの声、男の子が思春期となっても声変わりのしないことは当時結構騒がれた。このようにジャニーズタレントは美少年になるためにホルモン注射を打たれていたことが暴露され、なんとその例として郷ひろみさんの名前が挙がっていたのです。ジャニーズ事務所は見た目重視、郷ひろみさんはスキルを上げたいという、そういった活動方針のすれ違いに嫌気がさしたことも考えられますね。そしてこのホルモン注射が原因で噂になっていたのが、マッチの脇毛も10代後半まで生えてこず不思議がられていた。トシちゃんは若い頃は体毛が薄かったのだが、20代半ばを過ぎると胸毛が濃くなり、すね毛も多く全身毛だらけになってしまった。光源氏の赤坂明の成長過程が不自然だったといった謎がファンの間ではささやかれていたといいます。改めてこういった話を聞くと、そうだったのかと感じるところがありますね。郷ひろみさんがジャニーズを退所した3つ目の理由はジャニー喜多川氏からの性被害です。郷ひろみさんがジャニーズ事務所に入所し超 VIP 待遇だったということは最初にお伝えさせていただきました。郷ひろみさんは他のタレントとは別格で、合宿所でも他のタレントが普通の食事をとっている中で、ジャニー氏と同じメニューで一人だけステーキを食べることもしばしばあり、かなり贔屓されていました。それはジャニー喜多川氏に寵愛されていたからと言われています。またジャニー喜多川氏が郷ひろみさんの美しさに恋愛感情さえ持っていたともささやかれています。そして先ほどの元光源氏木山翔吾氏はジャニー喜多川から性的虐待に耐えきれずに移籍したのではないかと著書の中で語っています。というのも元光源氏木山翔吾氏はジャニー喜多川氏の性的虐待に耐えてきた経験から語っているようです。著書によるとジャニー氏のお気に入りとなり、特別扱いを受ける代わりに常にそばに置かれてキスをせがまれたり、夜には加えさせられたり入れられたりされたそうです。それでも皆が我慢するのはスターとして輝く日々のためでした。木山氏は耐えに耐えて光源氏がやっとデビューするという直前でジャニーズ事務所を退社しました。この経験は本当のことなのかどうなのか事実を確認することはできませんが、現在のジャニーズ事務所の問題と照らし合わせると信憑性は高いと感じます。なので木山氏も郷ひろみさんの退所理由は自身と同じ経験からであると推測したのでしょう。この先本当の理由を郷ひろみさんから語られることはないでしょう。郷ひろみさんは結果ジャニーズ事務所は退所しましたが、その先はしっかりとご自身で道を切り開いています。そのプロ意識の高さが今のパワフルさを持続している要因なんでしょうね。そんなパワフルな郷ひろみさんですが、2023年6月21日公式サイトで体調不良により自身のコンサート中止やテレビ出演の見合わせを発表しました。理由は不調が長引いていた、喉の治療に専念するためでした。公式サイトでもこのように発表しています。郷ひろみにとっても我々スタッフにとっても苦渋の決断です。解放へ向けて専念するので待っていてほしいという郷ひろみのことをもう少しだけ見守っていただけましたら幸いです。郷ひろみさんは前から喉の調子が悪かったようですね。病名までは公表していませんが、どの程度の喉の不調なのかも気になるところです。歌手として喉が不調だと本業にすぐに支障が出てくることは想像つきますが、長年歌手として勤めてきた郷ひろみさんなので体調管理は徹底されていたのではないかとも思います。そんな中今回はコンサートの中止などを発表し、体調面そして重い病気なのではないかと想像してしまいます。郷ひろみさんは2023年6月のコンサート中止などについて、不調が長引いていた喉の治療に専念するためと発表はしていますが、喉とだけでその原因である病名までは公表していません。そこで喉の病気にはどのようなものがあるのかを見ていきたいと思います。
こちらが喉に関する病気の一覧です。風邪症候群、インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、気管支喘息、急性扁桃炎、習慣性扁桃炎、扁桃周炎、扁桃周囲脳疡、扁桃肥大、咽頭がん、急性声帯炎などが挙げられます。6月21日の郷ひろみさんの現状についてこのようにもありました。発熱などはなく本人も至って健康ですが、声が思うように出ないという症状が続いている状況です。さすがに熱が出たりひどく咳をしているわけではないので、マイコプラズマ肺炎やインフルエンザではなさそうですよね。そう考えるとお休みを取るほどですので、もしかするとと心配に思ってしまいますね。少し話は変わりますが、ここ最近で同じく歌手で喉の治療中のスーパーフライ越智志さんについても、こちらも噂ではありますが、喉頭がんや急性声帯炎などではと言われたりしています。ちなみに急性声帯炎とは声を酷使することで発症することが多く、声帯に炎症が起き悪化するとポリープになって声が出せなくなる可能性もある病気です。確かに郷ひろみさんも声が思うように出ないと言っているので、声帯に炎症が起きているのかなとは思われますね。あくまで推測ですが、スーパーフライ越智志さんと同じ病名が原因でお休みをした可能性もありますね。そして2019年に癌だったという噂もありましたが、それはデイリー新聞の歌手の郷ひろみが27日東京文化会館で一夜限りのスペシャルコンサートを開催し、昨年12月25日に食道癌の手術を受けていたことを明かした野口五郎について言及したという見出しの記事を読み間違えた人が多かったことが原因のようです。野口五郎さんが2018年12月25日に食道癌の手術を受けたということで、郷ひろみさんが癌だったというわけではありません。 SNS 上でも郷ひろみさんの休養について心配の声がたくさん上がっていました。そんな郷ひろみさんは約1週間後の2023年6月29日に復帰しており、戻ってきたよ、ごめんね、心配をかけて、また今日からよろしくねと呼びかけ、 I'll be back と自身の SNS に綴っていました。その後も順調に活動しております。しかし郷ひろみさんは2023年で67歳と意外と年齢も高いので、60歳にもなると何かしら病気を抱えてもおかしくない年齢ではあります。心配の声もありましたが、無理のない程度でこれからも頑張ってほしいですね。お電話いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、可能であればコメントもお待ちしております。またのご利用を心よりお待ちしております。